たせお待たせ、はいはい、ヒーロー登場、はい、はい、何です？これだわ。趣味でヒーローやってます。早くあの怪獣倒してよ。早く、怖いんだよ、さっきから。はい、というわけで皆さん、いやー何ヶ月ぶりだろうな、ギャリーズモッドやるの。今回はね、ちょっとリクエストがありましたよ。今回もワンパンマン関連なんだけど、SCP と戦ってくれっていう。ごめんね、俺このリクエストもらった時 SCP っていうのを知らなくて、あらかた調べたんですけど、結局俺の頭の脳内はあーになったんだよね。 SCP とは SCP 財団とも呼ばれ、自然法則に反した存在、物品、場所、現象を保護管理して日夜研究している架空の組織のことです。 SCP に収容されているものはオブジェクトと称されており、これらは3つのクラスに分けられています。政府、災害レベル、狼かトラですね。ユークリッド、災害レベル、鬼ですね。ペテル、災害レベル、竜か神ですね。今回はユークリッドとセテルクラスの化け物と戦っていきます。で、ちなみにワンパンマンモッド、ギャリーズモッドのワンパンマンモッド知らないよっていう人も多分いると思うんで、まあ、どういうモッドなのかをちょっと端的に説明するわ。ね、こういうモッド。国民的漫画はワンパンマンのね、埼玉くんのあのね、ワンパンの力をギャリーズモッドでも引き出せるモッドですね。まあ、今見てもらった通り、本来このこういうなんかこういうモブ的キャラは一発では倒せないんだよね。まあちょっと銃で撃てば、まあ倒せるぐらいのキャラクターなんだけどね。AK でボッコボコにしちゃったけどさ。まあこう、まあ一発では倒せないんだよ、本来これね。でも、まあ、ワンパンマンモッド使えば、まあこうだと。起きた。かっこ悪い。もう分かったっしょ。もう分かったと思うんで、早速本題に入ろうか。これは基本的オーソドックスなやつだよね。これ知ってるんじゃないかな、みんな。これはみんな知ってるんじゃない？これどうだろう、 AK で。おお、さすがの硬さを誇るね。なんかちょっと当たってないよね、これ。 AT フィールドで守られてない。こいつはね、目をそらすとね、もうね、人が変わったかのように襲ってくるからね。ぱっと見なんか内気な性格っぽく見えるじゃん。で、ケツ焦げてんじゃん。ちょっと目離すと、ほらね。こんくらい離れてても来んじゃない？ああ、今こっち向いたよ。はい。で、こう振り向いてると、ああ、こうやってダメージ食らうわけですね。あれ？え？どこ行った？え、ちょっと待って、動けないんだけど。え？消えたぞ、あれ。ん？何、人は頭の上乗ってんの？じゃあ、いつものあれやりますか。